久保さんまあ日本あのマツダ RX7 とかにしときましょうかあのロータリーエンジンまあマツダですよね広島マツダロータリーエンジンってあの海外で発明されたやつなんですよねでそれを真似してでもっとっていうもっと力ですね 日本人の、その、あれって、実はその結構パクってんですよね。で、めちゃめちゃアレンジしてるというか、もっとより良いものにしてるっていう、実はね。うん。だからなんか、パクり合いですね。<laughs> で、その日本の良い,いものを作ってまたパクられて、パクり合い、パクリ合いじゃないですか。で、文明を発達していくみたいな。うーん。だからロータリー、なんかね、あのー、あれですよ。 あの NHK のあの,あ,のえあれですプロジェクト X かプロジェクト X でそのあのマツダのロータリーエンジンを開発する上での秘話があってなんかねあのこうロータリーを回してるく中に回していくとオイルが漏れちゃうみたいなねでオイルも漏れるためになんか そのいろんなのをやったらしいんですけど全然ダメで、ね、どうするみたいなねで最終的になんかねあのー、なんかそのプロジェクト X で描かれてたのはなんかその発明してその開発にた携わってる人が手品を見てたらしいんですよねで手品を見ててこれだと思ったらしいんですよね いや基礎手品って基礎天外なとこがなんかハト出てきたりとかなんかするじゃないですか。待てよと。これはちょっと常識を疑うしかないみたいなね。でなんかそのなんかゴムを入れたらしいんですよ。ゴムを。ゴムパッキンみたいな。でな,なんで今までゴム入れなかったかっていうとその熱に耐えられねえだろうと。ゴムが熱に耐えられるわけがないみたいな。だけど耐えられたんですよね。でそれでゴム入れてでオイル漏れなくなって。 で完成ではないですけどまあいけたみたいな話があるんですけどなんかいろんなところにアイディアってありますねうんだから結局受信力じゃないですか久保さんこれも <laughs> だって車のねエンジンをこうロータリーエンジンを開発しててねなんでヒントが手品やねんっていうね <laughs> なんで手品から来るねんみたいな話じゃないですかなんかひらめいたらしいですよ手品を見て受信力ですね <laughs> あの速歌塾の殿下の方と受信力じゃないですか行ってらっしゃい。